Come on, bring it! さっさと始めようぜ。行きますよ。始末します。いつでもどうぞ。腰抜き野郎が。全力で行くよ。この調子さらにお役に立ちましょう。アロハ。Thank you. Oh! How's it going? Hello. Oh. I'm sorry. I got canceled.何でもできそう。アロハ。こちら。良いじゃな、良いじゃな、良いじゃな、良いじゃな。おさえろに。仕事の時間ですね。なんだこれ。お手並み拝見。行きますよ。来ねえのか。これをありがとうよ。すっきりしたぜ。これやばくない？私の出番ね。ビビってんのか。おじけづきましたじゃん。行くぜ行くぜ。行くぜ。どぎついの行くぜ。どうぞ。いい感じ。ミスったらごめん。覚悟。やっ。上出来ね。なんとかやっか。もらった。どぎついの行くぜ。やりづらいですね。
去ってた。かわせますかね。そこだ。うわ、いや、うわ、ほら来いよ。調子してねえな。おじけづきましたか。全力でかまよみがえれ戦士よ。しょうがないな。上がらねえ。やんのかい。いっくぜ。これ調子が出ません。低下すぜ。まだ死にたかねえぞ。二人がかりだ。やっ、これで吸収が早いのよね。まだ何か言おうか。行くぜ。これで仲間になってくれよ。なるほどな。これじゃダメか。来いよ。今日からお前は兄弟だ。調子は最高ですね。はい、全力で行こうぜ。全力で行くぞ。行くぜおめえら、突撃。みんな勝ちに行くか。こいつで、ね、俺信じてるぜ。おめえに決めたぜ。くらえ。逃げんじゃねえぞ。よっしゃ。みんな頼むぜ。流れを変える。楽しくなってきたな。とっておきの準備ができたぜ。こいつで、ね、よっしゃ。おめえに決めたぜ。言うのはどうかな。ナイスな一撃だ。こいつで、ね、流れを変える。おめえに決めたぜ。くたばれ。早く倒れろよ。ファイター撃破。Ha ha.
ける気しないよ。いただきます。いただきます。いや、俺ごま団子好きなんだよね。何個でも食えちまうぜ。暑いから気をつけてくださいよ。わかってるって。ガキじゃねえんだから。あっち、中のハンコあっつ。ほら、言わんこっちゃねえ。慌てて食うからだ。あっつ、あっつ、あっつ。あんたも人のこと言えないじゃない。いただきまーす。あっつあっつ、いやこれやっつ。あなた方わざとやってませんか。まったく、静かに食べてくださいよ。これ熱いですね。どういうことですか。熱っ。お前が一番うるせえわ。ありがとう。仕事の時間です、ね、攻めますよ。せーかすね。何やっちまうか。任せといて。腰抜けやろうだ。捕まった。私も一緒にやる。いいところに。これで調子がいいぜ。いくぜ。ほら、綺麗やった。ついてこれますかね。いいかすね。いつでもどうぞ。お引き取りを。よし。もう勝負はついただろ。
俺の気持ち受け取ってくれねえか。これは誘っているのか。お前をボスと認めよう。Pissing me off. 仕事の時間です。全力で構って。Aloha! Thank you! Aloha! Oh. Sure thing.
ったとはな。
準備はいいか？絶対勝ってやろうぜ！スジモンバトル開戦だ！おっと、両チームとも気合は十分のようだ。今宵も始まります、スジ神スタート。互いのプライドがぶつかり合います。体勢を整えるようです。行くぜ！逃げんじゃねえぞ！強烈な一撃が炸裂！行くぜ！ほっ！さあ、ファイターたちの活躍に注目しましょう。はっ！ファイター！あった！ここで勝負あり！ふぅ！勝ててよかったな！おめえら、スジモンバトル開戦だ！さあ、戦いの火蓋が切って落とされます。一体どんな熱いドラマを見せてくれるのか。ここでファイターを入れ替える。くたばれ。強烈な一撃が、あった！そろそろとっておきが飛び出すか。体勢を整えるようです。いくぜ。これでどうだ。盤面が変わりました。はっ！よいしょ！おっと！決まった！そこまで！よっしゃ！おめえら最高だったぜ！おめ、行くぜおめえら！突撃！おっと！両チームとも気合は十分のようだ。今宵も始まります、スジ神スタート。ここから。早いぞ。ありゃあ、いくぞ。入った。大技が炸裂。大ダメージだ。ここでファイターを入れ替える。よし、両チームとて、おっと、体勢を整えるようです。逃げんじゃねえぞ。おっと、決まった。そこまで。マネージャー、準備はいいか？手加減するんじゃねえぞ。スジモンバトル開戦だ。さあ、戦いの火蓋が切って落とされます。一体どんな熱いドラマを見せてくれるのか。くたばれ。勝負は時の運、一時も目が離せません。体勢を整えるようです。こいつで、強烈な一撃が、あった！大技を打つ準備が整ったか。盤面が変わりました。しゃ、行くぞ。よっしゃ。おっと、決まった！
勝ててよかったな。おめえら準備はいいか。勝つことしか考えるな。スジモンバトル開戦だ。おっと、両チームとも気合は十分のようだ。今宵も始まります、スジ神スタート。両マネージャー、この敵、おっと、体勢を整えるようです。強烈な一撃が炸裂。ここでファイターを入れ替える。さあ、ファイターたちの活躍に注目しましょう。盤面が変わりました。ここだ、ファイター、ジャストミート。あ、よいしょ。全力で行こうぜ。全力で行くぞ。行くぜ、おめえら突撃。おっと、両チームとも気合は十分のようだ。今宵も始まります、スジ神スタート。体勢を整えるようです。両チーム、強くなる。あっと、必殺技の気配がしてきました。こういうのはどうかな。じゃあ、さあ、ここからどうしよう。ここだ。ちょっとっと、よっ、みるみるチームが癒されていく。くたばる。強烈な一撃が、おっと、そろそろとっておきが飛び出すか。ここでファイターを入れ替える。てー、互いのプラ、おっと、盤面が変わりました。すんごいの勢いだ。たまるや。さあ、ファイターたちの活躍に注目しましょう。いくぞ。おっと、決まった。そこまで。全力で行こうぜ。勝つことしか考えるな。行くぜ、おめえら突撃。おっと、両チームとも気合は十分のようだ。今宵も始まります、スジ神スタート。体勢を整えるようです。面が変わりました。行くぞ。ここでファイターを入れ替える。ここだ、ナイス。みるみるチームが癒されていく。さあ、強烈な一撃が炸裂。盤面が変わりました。互いの行くぜ。ぶつかり合います。オーケー。
常に。準備はいいか？皆さん、行きますよ。行くぜ、おめえら！突撃！みんな、勝ちに行くか！信じてるぜ。相手さん、いい面構えだぜ。信じてるぜ。おめえに決めたぜ。し、行くぞ。行くぜ。くたばれ。せやっ。必殺技のチャンス到来。行くぜ。これからだ。流れを変える。さあ、ここからどうする？おめえに決めたぜ。行くぜ。オッケー。これだ。必殺が決まったぜ。流れを変える。ここだ。ナイス。じゃあ、うしか。命中通り。
おめえに決めたぜ。信じてるぜ。くらえ。逃げんじゃねえぞ。シェア。ファイター撃破。こういうのはどうかな。これからだ。どうしたら流れを変える。楽しくなってきたな。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。張り切っていこう。ほいっと。呪文バトル開戦だ。さあ楽しんでいこうぜ。おめえに決めたぜ。しゃ、行くぞ。ナイスな一撃。とっておきの準備ができたぜ。信じてるぜ。相手さん、いい面構えだぜ。楽しくなってきたな。流れを変える。こいつで、シェア、ファイター撃破。これで、おめえに決めたぜ。
行くぜ。はい、よいしょ。 OK。 すんごいのに来ます。入った。必殺が決まったぜ。行くぜ。あほー、流れを変える。くぞ。はい、よいしょ。いい試合だったぜ。またな。張り切っていこう。おう、アロハ。おう、sure thing。準備はいいか。よっしゃ、行くぞ。スジモンバトル開戦だ。さあ、戦いの火蓋が切って落とされます。一体どんな熱いドラマを見せてくれるのか。両チップ、おっと、ここでファイターを入れ替える。ねえぞ。強烈な一撃が炸裂。体勢を整えるようです。すんごいの勢いだ。たまらず、あっと、そろそろとっておきが飛び出すか。行くぜ。これでどうだ。
おっと、ここでファイターを入れ替えるぞ。強烈な力が炸裂。ここで強敵が登場だ。いきますよ、止まります。さあ、おっと、体勢を整えるようです。くたばれ。たまらず。行くぜ。と、し、行くぞ。さすがチームの強敵撃破。一気に波に乗ります。くたばれ。おしゃ、ここでファイターを入れ替える。ここだ。最高。おっと、大ダメージだ。よりゃ。行くぜ。ナイス。よー、みるみるチームが癒されていく。よっしゃ。面が変わりました。はい、はい、よいしょ。強烈な一撃が炸裂。戦いの、おっと、ここでファイターを入れ替える。たまらず。おっと、必殺技の気配がしてきました。ここで強敵が登場だ。逃げんじゃねえぞ。勝負は時の運、一時も目が離せません。ここだ。ジャストミート。行くぜ。おっと、さすがチーム強敵撃破。一気に波に乗ります。そろそろとっておきが飛び出すか。おっと、大ダメージだ。ファイターの体力が大きく回復しています。これでどうだ。どうよ。おっと、盤面が変わりました。いくぞ。行くぜ。これでどうだ。どうだ。くたばれ。せよ。強烈な一撃が炸裂。行くぜ。おヒーローめ。体勢を整えるようです。すんごいな。いきまった。よっしゃ。強敵が登場だ。くらえ。逃げんじゃねえぞ。
とてつもない気迫です。オーケー、すんごいの行きます。はい、よいしょ。これはとんでもない刺激が決まった。行くぜ。強烈な一撃が炸裂。はい、入った。たまらずだ。くらえ、逃げんじゃねえぞ。強烈な一撃が炸裂。両マネージャー、行くぜ。この展開をどう読むか。ナイス。みるみるチームが癒されていく。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。し、死に行くぞ。死ね。たまらず。くらえ、強烈な一撃が炸裂。ここでファイターを入れ替える。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。おっと、決まった。そこまで。チーム勝つか、見事チャレンジリーグ。ほう、はあ、よ、おう。
全力で行こうぜ。勝利以外は不要です。行くぜおめえら、突撃。期待の一戦がついに始まりました。勝利の女神はどちらに微笑むか。勝負は時の運、一時も目が離せません。さあここからどう勝負が動くのか。ここでファイターを入れ替える。くたばれ。盤面が変わりました。行くぞ。戦いの熱がこちらまで伝わってきます。ここでファイターを入れ替える。こういうのはどうかな。体勢を整えるようです。早く倒れろよ。死ねえ。勝負は時の運。おっと、ここでファイターを入れ替える。いつね。おっと、そろそろとっておきが飛び出すか。さあここからどう勝負が動くのか。盤面が変わりました。両チームとてつもない気迫です。行くぜ。早いぞ。すんごいの行きます。入った。これはとんでもない刺激が決まった。体勢を整えるようです。こいつ勝利や。おお、大ダメージだ。戦いの熱がこちらまで伝わってきます。あっと、大技を打つ準備が整ったか。ここでファイターを入れ替える。強烈な一撃が炸裂。一つのミスが命取り、緊張が走る。くらえ。逃げんじゃねえぞ。たまらずダウン。画面が変わりました。さら、強烈に時期が炸裂。互いのプレ、おっと、ここでファイターを入れ替える。ここだ。よっとっと、ちょ、これはとんでもない刺激が決まった。体勢を整えるようです。てたまらずダウン。両マネージャー、この展開をどう読むか。おっと、ここでファイターを入れ替える。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。強烈な刺激が炸裂。戦いの熱がこちらまで伝わってきます。くたばれ。おっと、最後の一撃が決まった。ふう、勝ててよかったな。そらそら集まれ。せーの、チーム春日、現筋神マスターに見事勝利。アレフの筋神マスターは、
ありがとうよ。ありがとうございます。お前らここで終わりだよ。仕事の時間ですね。行きますよ。ビビってんのか。いつでもどうぞ。やっちまうか。自生の苦を全力で行くよ。おじけ手貸せ。よし、やるぜ。一緒にやる。調子がいいぜ。やっちまうか。やんのかい。私の番です。二人がかりだ。おや、ごたくはいらねえぞ。任せといて。手貸すぜ。おや、ほら来いよ。俺の番だ。私も。
うん。はい。いいコンディションだ。Don't make a fool of me. 戦闘準備完了。私の番です。始末します。任せといて。もらった。おや、やがこ
焦げろ。行きますよ。来ねえのか。手貸すぜ。握ってんのか。全力で行くよ。俺の番だ。私も。やった。回復だ。私の番です。任せといて。やっちまうか。ガンガン行くぜ。援護します。これで。ほら、完全調子がいいぜ。いいところに。相手してあげる。ついてこれますかね。低下すぜ。俺もやれるぜ。やっほー。全力で行くよ。援護します。やっ。いいところに。次行こう。次。また成長しちゃった。開けてみるか。やったぜ。負ける気しないよ。ロハ。いただきます。いただきます。なんでチーズってこんなに酒と合うんだろうな。ワインはもちろんだが、日本酒とかとも相性いいよな。一説ではチーズに肝機能を高めてくれる必須アミノ酸が含まれており、飲酒時に体が求めているものが備わっているからだと言われていますね。アルコールの分解や疲労の回復をする働きもチーズにはあるので、そういう意味でも相性はいいようです。他にもチーズに豊富なカルシウムは血液の酸性化を中和する働きもあるとされていて。ヒだ。春日とうんちくの相性は良くなかったみてえだな。甲斐のない人だ。Have a good one. Oh. Huh? Darika. Huh? This will be a good workout. Come on, take it. Strength, come on. Come on. Come on. Come on.
ようやく第五地区か。しかしいくら隠れ信者とはいえ、一般市民を相手にするのは気持ちのいいものではありませんでしたね。No survivors! I want every one of them gutted and left to rot in the sand! 見た目も中身も、こんだけイカつけりゃ、今度は気持ちよく戦えるんじゃねえのか？それでは心置きなく暴れましょう。行くぜ、正面突破だ。 You won't get any mercy here. さっさと始めようぜ。私の番です。 Let's go. いつでも。始末します。これで終わりです。ビビってんのか。全力で行くよ。援護します。よし、やるぜ。いいところに。真の出来じゃねえか。おう、What the hell you want? I'm gonna school you. さあ、片付けましょうか。行きますよ。二人がかりだ。私の出番ね。ビビってんのか。いいところに。これどうぞ。俺の番だ。相手してあげる。援護します。回復だ。調子がいいぜ。やっちまうか。私の番です。何？来ないの？相手してあげる。腰抜き野郎が。任せといて。俺もやれるぜ。これどうぞ。何してるの？よし、やるぜ。ビビってんのか。いつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。おっ、パクられるじゃあな。向かいの敵なしだな。調子いいね。Nosy bunch of chumps. You think you can move in on us? Think again. You're outnumbered. Better start saying your prayers.もう後戻りはできませんよ。もともと戻る気なんかねえよ。お変わりないようですね。それでこそ春日さんです。ありがとうよ。そんじゃ一緒に暴れるとしようぜ。ええ、お任せを。戦闘準備完了。私の番です。
二人がかりだ。せい。私の出番ね。好きだらけですよ。参ります。鍛錬の成果です。くそ、キリがねえぞ。さすが想定以上の戦力ですね。しゃあねえ、一旦どっかに避難するか。ねえ、あそこ入れそう。ついてきて。ボロボロで気味が悪いな。バラクーダの拠点ですから油断せずに参りましょう。やんのかこの野郎。行きますよ。ビビってんのか。任せといて。お手並み拝見。お似合い。俺の番だ。援護します。腰抜き野郎が。受けてみな。ガツッと行くぜ。これで調子がいいぜ。こ
低下すぜ。私の番です。全力でいくよ。せいや。回復だ。よし、やるぜ。一緒にやる。これで。行くぜ行くぜ。行きますよ。シャー！失礼！えっ！いい調子だぜ。負ける気しないよ。開けてみるか。開いたぜ。仕事の時間ですね。私の番です。Do your worst。ビビってんのか？やっちまうか！二人がかりだ。Do your worst。よし。俺もやるぜ。いいところに。二人がかりだ。Do your worst。おじけづきました。やっ。Do your worst! 相手してあげる。 Come on! 受けてみな！ Do your worst! ほら！ふん！ダー！行くぜ行くぜ！ You think I'm stupid? お手並み拝見。 Ah, hurry up! Let's go! ほら！行きますよ。はい、勝ちました。いっぱいやりたい気分だぜ。気分が乗ってきたぜ。Show, shithead. I'll sue you. さあ、行きますか。私の番です。二人がかりだ。これで。任せといて。せいや。援護します。回復だ。調子がいいぜ。行きますよ。一緒にやる。お引き取りを。こっち掴めたんじゃねえか。さらにお役に立ちましょう。
調子出てきたかな。Don't you go mocking us, businessman! Let's go! Let's go! Let's go! Two of them! Come on! It's my turn! Good place! I'm going to do it! Hurry up, let's go! Come on! Come on! You're welcome! It's my turn! I'll give you a hand! ガツンと行くぜ。受けてみな。これで行くぜ行くぜ。行くぜ。私の番です。これが俺の進化。俺もまだ若いね。気分が乗ってきたぜ。ちょっと。Didn't think you'd make it this far. But a little death ends here! Ikimasu.全力でいくよ。
半だ。俺の番だな。やっちまうか。ほら、ついてこれますかね。俺もやれるぜ。任せといて。Screw you。覚悟。よし、やるぜ。援護します。いつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。行くぜ。行くぜ行くぜ。一緒にやる。もらった。勝負しろよ。また強くなっちゃった。鍛錬の成果です。開けてみるか。やったぜ。なあ、ああ、うん、今何でもできそう。So easy。できた。さあ、片付けましょうか。私の番です。俺もやれるぜ。やんのかい。What? You think I'm stupid? よし。最初の敵じゃねえか。吸収が早いのよね。落ちてよ。あら、勝ってきやがれ。行きますよ。低下すぜ。いや、私の出番ね。腰抜きやろうぜ。はぁ、せい、上出来。俺の番だ。You think I'm stupid?一緒にやる。行くぜ行くぜ。一緒にやる。好きだらけですよ。私の番。二人がかりだ。これで任せといて。やっちまうか。やっしょ。ここさらにお役に立ちましょう。いい感じだな。奥から海の音がする。いよいよ船着き場かもしれない。開けてみるか。開いたぜ。
さあお嬢ちゃん、お船に乗ってネレ島まで旅行だよ。何？カスガ、ここまでたどり着くとは大したものだよ。カスガ、来て早々申し訳ないが、今来た道をおとなしく引き返してもらおう。さもなければこのお嬢ちゃんがどうなるかわかるよな。そいつはあんたにとっても都合が悪いんじゃねえか。きっとあんたが教祖様から受けた命令はラニを生きたままネレ島に連れてこいだったはずだ。エイちゃんもラニを本気で殺すつもりがなかったからな。図星だろ。ブライスの言いつけを守れなきゃ粛清されるぜ。お前はあいつの手駒に過ぎねえからよ。愚かな連中だ。覚えておけ、私に非道な決断をさせたのはお前ら自身だということを。何？カスガ！クソ！よくやった、強い子だよ。昔から聞き分けのない子供は大嫌いだな。だがそれ以上に嫌いなのは浅はかな正義感に酔いしれた大人だ。知ってるか、ハワイじゃ毎年サメに襲われる人間が 3,4 人ほどいるんだ。だが今年はその数が倍以上に増えそうだ。貴様ら全員生きたままサメの餌にしてやる。 Any last words? さあ片付けましょうか。私の番です。行くぜ。何？来ない。ビビってんのか？You look at right. Screw you. どう料理してやろう。いつでも。始末します。これで終わりです。うわあ！任せといて。好きだらけですよ。腰抜き野郎が。覚悟。上出来ね。よし、やるぜ。俺もやれるぜ。おや、回復だ。調子がいいぜ。ああ、手なつ。お手並み拝見。相手してあげる。攻撃全然備えとけよ。行きますよ。見てか、ストップ。ビビってんのか？ん？いって。全力で行くよ。はあ。一緒にやる？よっ！これで、なんとかやっか。よし。やっ！やっ！回復だ！私の番です。腰抜き野郎が。そこだ！てへん！任せといて！覚悟！せっ！やっ！お似合いよ。似合ってんのか？よこせ！
とんでもねえ無茶しやがるぜ、あんな野郎。おい、この辺りは爆発物だらけだ、気付けろよ、カスカ。よし、やるぜ。私も。ほら、いって、くっそ、上がらねえ。手貸して。いや、ほら、行きますよ。そら、全力で行くよ。かかってこい。お手並み拝見。いつでもいいぜ。終わらせる。俺の番だ。レッツゴー。ほら来いよ。私の番です。やっちまうか。低下すぜ。ゼア。痛すぎたわ。なんとかやっか。こういうのが。ついてこれっかよ。ご乗車ありがとうございます。シートベルトをお締めください。左へ曲がります。ご利用ありがとうございました。この目に染まる、楽に死ねると思うなよ。ビビってんのか。よし、やるぜ。ほら、ここらで勘弁してやるよ。また成長しちゃった。もう安心していいぜ。悪い奴らはみんなお昼寝の時間だ。春日さん、怖かっただろう。怪我者してないか、大丈夫か。そうか、茜さんも心配して待ってる。俺たちと帰ろう。あの、どうもありがとう。お安い御用だ。ただいま。ロリ、あかね、無事だったのね。よかった、本当によかった。茜、ごめんね、ラニー、怖い思いをしたね。怪我はない？大丈夫、春日さんが助けてくれたから。ありがとう、一番。約束でしたから。キリュウさんとの約束ですから。あ、そうだ、ラニちゃんと電話変わります。声聞きたいでしょ。いや、今はまだやめておこう。ラニの身が安全とは言い切れねえ以上、気持ちを緩めたくねえ。実はパレカナの隠れ信者ってのが街に溢れてて、ハワイ中が敵の庭みてえな状態です。いつラニを奪われてもおかしくない。そうか、カスカ、茜さんとラニを連れて日本に戻れるか。二人にとっては日本の方がずっと安全だろう。ええ、
ですけど、空港や飛行機の中にも隠れ信者が潜んでるはずです。大道寺一派のセーフハウスでのやり取りが A ちゃんの内通で筒抜けになってるって考えると、もう一派の専用機も使えねえと思ってます。多分ブライスの手先が下なめずりして待ち構えてる。確かにな。だがラニの包囲網は日に日に迫ってくるはずだ。時間との勝負だぞ。ですね。なんとか方法を考えてみます。それじゃ。聞こえてたぜ。ハワイを出るんだろ。でも簡単な話じゃないわよ。一番の言うように飛行機は使えないし。そんなら船はどうだ。日本に向かうクルーズ船とかよ。私たち以外の乗客やスタッフがいる限り同じことです。だったら富士宮家の力でプライベートジェットとか手配できないのか。無茶言わないでよ。お困りの様子だな。一言みてえに。いや、実際あんたには一言か。釣れないな、富澤君。でも俺に日本に行く手段があるって言ったらどうするよ。何？冗談を交わしている余裕はありませんよ。怖い顔しなさんな。冗談だと思うならまあ好きにしろ。俺も無理に続ける気はねえ。話聞かせてもらえるか。おい一番。トミーが警戒するのはわかるけどよ、俺らはもう病に助けられてんだ。話くらい聞いてもいいだろ。分かったよ。改めてその日本に行く手段ってやつ聞かせてくれねえか、病。なに簡単だ。うちで持ってる船がある。そいつに乗せてやってもいい。船？ああ、小型の引き船だ。借金の方に取り上げたやつでな。使い道がねえから放っておいた。だからうちのもんだってことはブライスにバレてねえ。それは好都合ですが、ハワイから日本まで6000キロほどあります。小型船で渡れる距離とは思えませんが。船で行くのはハワイ沖までだ。そこで訓練中の海上保安庁の航空機に便乗させてもらう。もちろん話は通ってる。海上保安庁？それに話が通ってるってどういうこと？何その都合のいい話。説明する義理はねえ。お前らは話に乗るかどうかを決めるだけだ。作り話にしたって舐めすぎじゃない？どうする春日。願ってもねえ話で。そう言うと思ったよ。ずいぶんあっさり乗ったな。あんたが言うか。どっちみち手詰まりだったんだ。桐生さんも言ってたが、時間との勝負だしな。それに。それに？あんたの言うことは結構信用してんだ。割と俺とあんたは似たもん同士だと思ってるからな。ああ。あんたも結構貧乏くじ自分で引きに行くタイプだろ。違うかい？大外れだ。俺はそんな間抜けじゃねえよ。そりゃ残念。でもま、返事は変わらない。どうだい？明日の朝出航だ。準備はそれまでに済ませておけ。ありがとうよ。みんなもいいか。ったく、勝手に話進めやがって。ほんと急いで準備しなきゃ。いつこっちに戻れるかもわからないんだし。ふん、話に乗ることには賛成なんだな。病は信用できないけど、一番の判断は信じるよ。ああ、文字通り乗りかかった船だ。とことん乗ってやら。
そういうこと。頼もしい仲間ができましたね。ああ。おい。ああ。ああ。Aloha! Oh, sure thing.
おっしゃ、今日はついてるぜ。強くなろうぜ。
準備はいいか。マネー is power。 行くぜおめえら、突撃。さあ戦いの火蓋が切って落とされます。一体どんな熱いドラマを見せてくれるのか。あっと、ここでファイターを入れ替える。ビクター、そろそろとっておきが飛び出すか。体勢を整えるようです。行くぜ。こいつだ。ナイス。行くぞ。はい、よいしょ。これはとんでもない刺激が決まった。ここでファイターを入れ替える。顔面が変わりました。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。体勢を整えるようです。それ。戦いの熱がこちらまで。おっと、ここでファイターを入れ替える。行くぞ。おっと、必殺技の気配がしてきました。体勢を整えるようです。たまらず。くたばれ。強烈な一撃が炸裂。どうかな。たまらずダウン。みるみるチームが癒されていく。両チームとてつもない気迫です。はい、入った。しゃ、行くよ。ちさあ、あっと、盤面が変わりました。ここだ。はい、よいしょ。ありゃすんごいの行きます。入った。大ダメージだ。全力で行こうぜ。行くわよ、あなたたち。行くぜおめえら、突撃。おっと、両チームとも気合は十分のようだ。今宵も始まります。おっと、ここでファイターを入れ替える。いつで。体勢を整えるようです。それスイッチ。マネージャー、yes、この展開をどう。たまらずダウン。おっと、必殺技の気配がしてきました。行くぜ。やっ、ここでファイターを入れ替える。ここだ。ありゃ、あ、死ね。大技が炸裂。大ダメージだ。顔面が変わりました。さら、骨は拾ってくれ。体勢を整えるようです。
チーム秘密のない気迫です。こいつで、あっちゃ、みるみるチームが癒されていこう。両マネージャー、この展開をどう、あっと、ここでファイターを入れ替える。おっと、大技を打つ準備が整ったか。体勢を整えるようです。こいつで、戦いの熱がこちらまで伝わってきます。ここでファイターを入れ替える。行くぜ、おっとっと、行くぞ。これはとんでもない刺激が決まった。体勢を整えるようです。ここでファイターを入れ替える。終わらせるぜ。こいつで、強烈に一撃が炸裂。盤面が変わりました。よっしゃ、これは凄まじい。一斉にダウン。くたばれ。おっと、そこで勝負あり。おめえら準備はいいか。手加減は無用だぞ。スジモンバトル開戦だ。おっと、両チームとも気合が十分のようだ。今宵も始まります、スジ神スタート。くぞ、はいはいしょ。ここでファイターを入れ替える。いくぜ、両マネージ、おっと、体勢を整えるようです。ここだ、面が変わりました。これでどうだ。はい、入った、たまらずダウン。両チームとてつもない気迫です。一つのミスが命で緊張が走る。ナイス、これはとんでもない刺激が決まった。ここでファイターを入れ替える。れ、消えろ。面が変わりました。しゃ、行くぞ。強烈な一撃が炸裂。ここでファイターを入れ替える。高まってくるな。うし、ファイターの体力が大きく回復しています。勝負は時の、おっと、盤面が変わりました。
ここで勝負あり。全力で行こうぜ。あいつらぶっ殺すぞ。行くぜおめえら、突撃。おっと、両チームとも気分は十分のようだ。今宵も始まり、ホックスジートスタート。体勢を整えるようです。ここでファイターを入れ替える。こいつね、強烈な一撃が。おっと、そろそろとっておきが飛び出すか。体勢を整えるようです。こういうのはどうかな。盤面が変わりました。両チームとてつもない気迫です。行くぜ。ありゃあ、これだ。大技が隠れた。大ダメージだ。ここでファイターを入れ替える。一つのミスが…おっと、体勢を整えるようにしましょう。盤面が変わりました。強っ、たまらず。あった、大技を打つ準備が整ったか。くたばれ。強烈な一撃が炸裂。ここでファイターを入れ替える。これは同じ。一斉にダウン。戦いの熱がこちらまで伝わってき、おっと、盤面が変わりました。ここだ。入った。よっとっと、行くぞ。あ、よいしょ。大技が隠れた。大ダメージだ。くらえや。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。おっと、ここで勝負あり。とても見事。今日は。おっしゃ。
何でもできそう。Welcome. Thank you very much. You're going home in a body. さっさと始めようぜ。全力でかまって。この調子で。真の出来じゃねえか。ご苦労さん。いらっしゃい。ありがたせたな。ブライスに感づかれると面倒だ。早いとこ出るぞ。親父、どうかお体には気をつけて。わしら、いつまでも親父帰りを待っとりますけ。でけえ声出すな、バカ野郎。戻るまで死ぬんじゃねえぞ。親父、達者で。親父、一番も気ぃつけてな。え、トミー、ちょっとあんた、なんでそっち側にいるのよ。うん、だって俺やっぱりこっちの人間だし、日本行ったことねえし。親父さんが日本人なんだろう。一度くらい日本を見てみたくねえか。そりゃ行ってみたいけど、でも俺にとっちゃアウェーだしな。
今の俺らにとっても日本は安全な状況じゃねえ。だからこそおめえの力が必要なんだ。とやかく考えてないで行くわよトミー。分かったよ、お前らにそこまで言われちゃしょうがね。本当は一緒に来たくてしょうがなかったくせに素直になれない俺も可愛いだろ。めんどくせえやつだな。随分お気に出たな。ああ、このまま無事に海上保安庁との合流地点につけるといいんだが。あいにくだな、客だ。あ？身近に片付けろ。長いはしたくねえ。ここらは餌場だからな。餌場？アドバイスだ。海にはなるべく近づくな。何か知らねえが、分かった。行くぜ。うん。ちっ、お別れの挨拶もなしなんて寂しいじゃないか、春日。俺の中じゃとっくにあんたとおさらばしたつもりだったんだけどな。ドワイト、てめえよくのこのこと出てこれたもんだな。例の素敵な写真そんなにばらまいてほしいか。いや、富澤君だったかな。君たちをここで始末すればそれもこれも全て解決だよ。見逃してやったのがアホらしくなってきた。ハワイに来て以来、望んだものはどんな手段を使っても手に入れてきた。一度だって諦めたことはない。そんなら最後に、人生には諦めも肝心だってことを教えてやるよ。貴様から教わることなど何もない。さあそろそろ始めようじゃないか。サメ？餌はってな、そういう意味か。それも一匹ではないようです。おいおい、マジかよ。なかなか面白くなってきたじゃないか。お前らがサメの餌になるところをこの目で拝ませてもらおう。この状況でまだやる気なの？引かれてるよあいつ。とにかくサメの動きに警戒を。襲われれば無事では済みませんよ。盛り上げてきてんぞサメ。気ぃつけろトミー、下手に近づくとやべえ。何？任せといて。こうねえのか。ビビってんのか。援護します。
よし、やるぜ。調子がいいぜ。行くぜ、援護します。やっ調子がいいぜ。俺もやれるぜ。相手してあげる。テイク
鍛錬の成果、さらにお役に立ちましょう。勝負ありだ。どうする？ブライスに泣いて謝るか？お前はブライスを甘く見ている。使命を果たせなかった私を奴が許すと思うか？いくらパレカナがハワイを牛耳ってるからってよ、あんたあの教祖様にだけは随分弱気じゃねえか。お前は奴を見くびっている。お前はブライスが教団を私物化した小悪党くらいに思っているんだろう。何が違うってんだい？パレカナの教祖なんてのは奴の一面に過ぎん。奴は誰よりも恐ろしい怪物だ。あ？それは自分の目で確かめるといい。百聞は一見にしかずというやつだ。ともあれ、ここらが引き際のようだ。私はハワイから失礼するとしよう。次はスイスでスキーでも楽しむとするから。あの野郎、自分の手下を何だと思ってんだ。なーに、見てな。病？サメの嗅覚が鋭いってのは有名な話だが、連中は目が悪い。だから強く光るものなんかに闇雲に反応することがあってな。は？夜の海じゃ奴のアクセサリーはさぞギラギラと目立ったことだろう。自分で餌はここにありますって言ってるようなもんだ。まあ、イミテーションキングの最後としては上出来なんじゃねえか。人間がてめえの都合で島をいじくり回して、そこで幅利かせてたドワイドが海の主みてえなサメにやられるなんてよ、昔話みてえだ。ならお前らはこの島をブライスたちから取り戻すためにあの海の主に生かされたのかもしれねえな。トミ、あの写真どうするの？消すよ。死体切りの趣味はね。バカ野郎が。本当についちゃった。ここ日本でいいんだよね？ああ、海上保安庁の航空基地だ。帰ってきたんだな。へえ、これが日本か。なんか殺風景だな。当たり前だろ、空港の端っこだぞここ。それにしても病はなぜこんなルートを用意できたんでしょう？それなんだよな。あ、
誰？どうも、足立さん。それに、春日一番、久しぶりだな。そうか、あの子が何か。伊達さん？まこっちゃん、なんでここに？ん？病から聞いてないんですか？おい、病。まあ、いいじゃないですか、刑事さん。病豊かだな。こうして会うのは初めてだな。捜査一課の伊達誠だ。病だ。へえ、あんたが伊達さんか。ああ、突然連絡があった時はたまげたが、病豊か、田畑修二殺害の罪を認めるんだな。ええ、田畑をやったのは自分です。なんだよおい、全然わかんねえって。説明してくれよ。部外者に話せる内容じゃないんだがな。お前らを部外者っていうわけにもいかねえか。病がかつて東条会直系の田畑組ってとこにいたことは知ってるか？はい、そこの組長をやっちまって国外に飛んだって。そこまで知ってるなら、まあ話は早いか。事件後、病は今に至る30年近くを国外逃亡していたが、つい最近になって自ら出頭を申し出る電話をしてきたんだ。それもわざわざ俺を直接ご指名でな。出頭？あんたは話のわかる刑事だって聞いてたからな。勘弁してくれ。殺人とはいえ30年近く前の事件だ。捜査はとっくに打ち切られてた。なのにいきなり犯人本人から電話が来たって時はガセだと思ってたんだが、警察でも一部しか知らない当時の犯行現場の状況をはっきり言い当てやがった。それで俺は電話の主が病本人だと判断した。病は出頭することを条件に数名の連れと一緒に秘密裏に日本へ渡る手立てがないか俺に打診してきたんだ。そんなことをしなくてもアメリカとは犯罪人引き渡し条約が結ばれてるからな。正規の手続きで病を日本に送還することはできる。当然俺は病の提案を突っぱねたんだが、こいつはそれが絶対条件だと譲らなくてな。そのまま話をなかったことにするのはできたが、おそらくこれが事件解決のラストチャンスだったからな。海上保安庁の知り合いに掛け合って日本に渡るルートを工面してもらったってわけだ。たく、久しぶりに方々頭下げに駆けずり回ったぜ。なんだよ、じゃああんた自分の逮捕と引き換えに俺らを日本に連れてきてくれたってのか？富澤君にはそんな美談に聞こえるのか？人殺しが今さらのこのこ出頭しましたってだけの話だ。そりゃそうだけどよ、なんだよその言い草。病の連れがお前らだって知った時はたまげたぜ。まあざっと経緯はこんなとこだ。ああ病、このまま署へ向かう。さあ行くぞ。おい刑事さん、殺人犯の言うことなんか信じちゃいけねえよ。はあ？うお、病。警部、大丈夫ですか？いいから、病を追え。待ってくれ。トミー。あいつは俺が連れ戻す。だから少しだけ時間をくれねえか。頼む。何を？あいつは悪党だけどよ。今さら逃げ出すなんてそんなせこい野郎じゃねえんだ。俺あいつに何年もこき使われてきたからわかるんだよ。なんか事情があるはずなんだ。ちょっと、病に構ってる場合？私たちそんな余裕ないでしょ。ええ、今は何よりも
アカネさんとラニちゃんの安全確保が急務です。伊達さん、俺からも頼みます。俺らはあいつの連れだ。連れ戻すのは俺らの責任でもある。一番ちいちゃんも半巡儀も正しい。でもよ、このままあいつを逃亡犯にしちまったら罪がぐんと重くなっちまう。俺らは病に借りがある。このまま見捨てるわけにはいかねえんだ。一番。バカなことを。待て。伊達さん。桐生から話は聞いてる。その子、ラニを守るためにあいつは今文字通り命を懸けてる。病を負うことはお前にとってそれよりも大事なことなのか。どっちがじゃねえ。どっちも俺には譲れねえんです。言われるまでもねえ。俺たちはあの人から茜さんとラニを託されたんだ。手分けすりゃ二人も守れるし病も負える。もし病を連れ戻せなかったらお前たちが病の逃亡を幇助したと捉えられても仕方ねえぞ。分かってんのか。はい、覚悟してます。ほんとトラブルを起こす目してる。やっぱり似てるな。足立さん、俺は春日含めてこいつらのことをよく知らない。だからあんたにかけます。信じていいんですか。うん、まこっちゃんの信頼には必ず応える。約束する。足立さん、ほんとお人よしですよあんた。まこっちゃんが言うか。おい春日。はい。病が何か理由があって逃げたってんなら、多分あいつは田畑結衣を探してるはずだ。それって病が惚れてたっていう。ああ。病が日本で思い残してることなんてそれぐらいしかねえだろうからな。ありがとうございます。おい、トイレどこだっけか。朝から腹の調子が悪くてよ。トイレ？あらから、また痛くなってきやがった。こら2時間はこもることになりそうだ。ちょっと伊達さん。まこっちゃんは2時間待ってくれるってよ。あんまり時間はねえな。急ぐぞ。伊達さん、ありがとうございます。へへ、俺も少しはいいとこ見せねえとな。半純義、茜さんとラニを頼めるか。お早いお帰りをお待ちしていますよ。でもどうやって探すの。病が田畑結衣に会おうってんならカムロ町に向かったに違いない。田畑組の関係者がまだ大勢残ってるはずだからな。よっしゃ、急ごうぜ。なあ。おう。足立さん。ああ。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。おお、なあ、うん、うん、あの、そう、なあ、うん、え、すまねえ。ああ、カズが、
すぐに4年目すんじゃねえぞ。準備はできてるぜ。任せといて。うん、全然飲みぜ。気合がれ。覚悟。せっ、やっ。上出来ね。よし、やるぜ。私も。よし、一緒にやる。次は俺だ。私も。動けねえ。全力で行くよ。はあ、せい、お似合いよ。俺の番だ。くそ。おい。ああ。ああ。調子出てきたな。シェイプアップマシン買った？それでは。うん、お久しぶりです、アネさん。どうなった？やばい。よう、遅かったな。田畑由衣、この人が。山井、あんたここで何するつもりだったんだ？ここに来たってことは、それなりに調べは済んでるんだろう。するつもりだったのか、その人に。ずいぶん手前勝手な話じゃねえかよ。勝手に惚れて手出した挙句、旦那さん殺して。逆恨みもいいとこじゃねえか。そうだな、返す言葉もね。なんだよ、ちっと反論しろよ。てめえがそんなケチなやつかよ。なんだよそれ、難しいな、富澤くん。アルツハイマーだそうだ。57のはずなんだけどな。
若年性ってほどじゃねえが、だいぶ早い。俺のことなんてまるで覚えちゃいねえみてえだよ。ああ30年前か。当時の姉さんはそりゃ派手な人でな、買い物一回で数百万は当たり前、そんで毎晩シャンパンタワー建ててたよ。俺らが血眼になって稼いでも焼け石に水、ほんと困った人だった。でも惚れちまった。こればかりはどうしようもねえらしい。あんたがベタ惚れか。らしくねえな。らしくねえことをしちまうのが人間ってものらしい。姉さんの奔放さを親父は黙認してた。だが男を作るとなっちゃ話は別だ。姉さんはよりによって組の頭とできちまってな、遠からず親父にも気づかれる。そんな折に目つけられたのが俺だった。姉さんは俺が惚れてることなんてとっくにお見通しだった。二人きりで呼び出されて言われたよ。頭との仲が知られたらきっと自分は殺される。だから先に親父を始末してくれ。バカだよな。どうやったらそんな頼みを聞こうと思う。でもあんたはやった。万に一つでも、そうすりゃ姉さんが振り向いてくれるんじゃないか。二十歳そこらの若造はそう思ったらしい。姉さんの立てた計画はこうだ。当日組長室の親父に話があるって。俺を付き添いにして姉さんが入る。頭の剣をあえて出して激高した親父が姉さんに手出そうとしたところを俺が正当防衛の手で殺す。警察にも組の連中にも俺のことは姉さんが守ってくれる、そういう約束だった。けど実際はまるで違った。俺が親父を殺したのを確認すると、姉さんが急に服を乱して部屋を飛び出した。病が親父を殺した挙句自分を襲おうとしたってな。なんだよそれ。じゃああんたはまんまとはめられたってわけだ。いや、はめられたってのも違うな。ああなるってのは分かりきってたことだ。サツと組の追ってから逃げてる間、一度だけ姉さんの様子を見に行ったことがある。親父が死んでまだ間もない頃だってのに、人目もはばからず頭とイチャついてたよ。そう思えばあの時からだったな。寒気が止まらなくなったのは、俺は目の前の何もかもから逃げ出したくなって国を飛び出した。それが事件の真相ってことか。信じる信じないは好きにしてくれ。そこまでされたんならよ、なんであんたこの人ただぼーっと見てたんだよ。殺す時間はあったんじゃねえのか。ここに来るまではそれもありかと思ってたんだけどな。もう朝ごはんの時間？けどなんだかバカバカしくなっちまった。なんだろうな、とっくに勝ち逃げされたんだなって気持ちかね。うん、さてと、話はこんなところだ。
お前らもこんなところで油売ってる場合じゃねえだろう。まったくだ。誰かさんのおかげで随分時間を食っちまった。やっぱり俺の直感は正しかったな。ああ。あんた、やっぱり貧乏くじをてめえで引きに行くタイプだって。口の減らねえやつだ。正直意外だった。あんたがこんなに自分のこと話すなんてよ。俺もだ。言い訳したくなったのかもな。お前らには。さ、あの刑事さんをこれ以上待たせちゃ悪いな。俺は先に行くぜ。ねえ、暖房つけてくださらない？ここ冷えるわ。だな。